アッシュレディオ。さあ、ということで久しぶりに始まりました。久しぶりに何回ですか、ね、もう40回近いんじゃないですか。結構やってますよ。39回。おお、素晴らしい。久しぶりでよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日も、敏腕秘書の吉岡さんいらしていただきます。よろしくお願いします。まあ今日はですね、春ということで、はい、AO ホールディングスの採用をバシバシやってるわけなんですけど、はいはいはい、まあ、春関係なくやってるんですけども、うん、今ちょうど第7期のメンバーを募集してるかと思うんですけど、あ、ね、はい、まあ、結構いろんな方が、ね、応募してきてると思うんですけど、うん、まあ、どんな人がこう採用されていて、芦田さんとして、まあ、AO ホールディングスとしてどういう人をこう一緒に仕事をしていきたいっていうのを思ってるのかなっていうのをちょっと、まあ、これを聞いてる読者というか視聴者の人もぜひエントリーしてほしいので。なるほど。まあ、これ一言で言うとですね、はい、2つありまして、ほう、1つはいい顔してるやつ。いい顔してる、はい、これめちゃめちゃ大事です。要は顔採用です。はいはいはい、要はその顔に出てるんですよ。その人の人生が、はいはいはい、その人の自信だったりとか、うーん、その人が通ってきた修羅場だったりとか、うーん、その人が何に面白いと思ってる人間なのかとかってもう顔に書いてあるんで、どっかのラジオで話したかもしれないですけど、うん、要はいろんな人に会ってその人付き合う人を瞬時に付き合うべきか付き合わないべきかっていうやっぱり判断しなくちゃいけないんで、はいはいはい、どこで一番判断するべきかってやっぱ顔なんですよね。人相ってことですか？人相です。だからなんかイケメンとかじゃないってことですよね。昔なんか顔相の話しましたよね。あ、なんかしてた。もう顔に全て書いてある、はい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 、みたいなところは、まあ、僕は見ますね。うん、まあ、今 AO ホールディングス僕以外にも面接官がいるんで、今その顔が一つです。あともう一個は過去に結果を出したことのあるやつっていう、これも絶対条件です、ね、やっぱ過去に結果を出したことない人間が、うんうん、プロフェッショナルの世界で結果を出すとこれ絶対無理なんですよ。うーん、絶対とまでは言わないですけどほぼほぼ無理ですね。あ、要はうちの会社はハローワークじゃないんで、はいはいはい、結果を出したことありません、頑張りたいっす、無理なんですよね。あ、その結果っていうのはその仕事のってことですか？ビジネスとして。もちろん別に、うん、何でもいいですよ。あ、そのスポーツでも、いや歌手でも、うん、なんだろう、ミリオンレコードやりました、うんうんうん、でも別に何でもいいです、うん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 、いやスポーツでも日本一になりました、うん、でもいいですけど、うん、やっぱその成し遂げるやつっていうのは思考がおかしいんですよ。うん、要は 99% 成し遂げられないやつで、はいはいはい、1% が成し遂げられるやつなんですよ、うん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 、その成し遂げられるやつの思考っていうのは全部共通していて、うん、何が課題で、うん、じゃあどうすればいいのかっていうことを環境だったりとか他人に振り回されずにやり続けることができる、うん、だから結果が出るんですよ。それはどの世界でも一緒なんですよ、うん、なるほどね、はい、でそれをやったことない人は、うん、残念ながらプロの世界での仕事は無理ですね。なるほどなるほどなるほど。だからよっぽど自信満々の顔をしてる人間でよっぽど過去に結果を出したことがあるっていう人間が初めてスタートラインみたいなやつです。別にそれはうちの会社に限ったことじゃなくて、はいはいはい、プルデンシャルでももちろんそうだし。なるほどね、うん、じゃあ結果が出てないから頑張りますっていうのはもう、いや気持ちは分かりますよ、うん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 、でも無理なんですよ。いやふざけんな、俺は無理じゃねえよっていう人間はいけるかもしれないですね。うーん、あ、やっぱり無理か、もうその無理ですね。ああ、なるほどね。はいはいはい。じゃあそこにもう集中して見てるというか、顔とのその、そうですね。結果。はい。その結果を出すっていうのはその1位を取るってことですか、つまり。いや別に1位かどうかは別に、いや1位って本当の意味ではもう世界1位しかない、1位じゃなくないみたいな話になっちゃうんで、別に甲子園で優勝したでもいいし、県大会で優勝したでもいいんですけど、その出した結果のレベルが高ければ高いほどそれは難しいことなんで。ああ、なるほど。なんか分かりやすい話、なんだろう、大学に行ってない人と、うん、東大に合格してる人は、東大に合格してる人の方が何かを成し遂げる戦略の持ち主なんですよ。うーん、っていう判断ですね。ああ、なるほど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 。じゃあ同じ大学行ってるにしても、そのある種学歴みたいなところで見ると、その東大の方が
よく分かんない大学よりその戦略家だっていう。ああ、その通りです、その通りです。だからその、なんだろう、世界1位を取れとかって言ってるわけではないですけど、うんうんうん、なんかその高いレベルのことを成し遂げられるのかどうかっていうのはすごく大事ですよね。あ、そうじゃないとコミュニケーションコストってのがかかるんですよ、うんうんうん、これ多分普通の人ってあんまり意識がないと思うんですけど、はい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 、まあ、ビジネスでコストって言ったら、うん、まあ、普通の人は金額をイメージするんですけど、うん、そうですね、いや、このパソコンを仕入れるのに10万円かかりました、うん、それは10万円のコストじゃないですか、うん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 、でもパソコンを買うのに10万円かかって、うん、そこまでなんか5時間歩いていかなきゃいけなかった、うんうん、って言ったら時間っていうタイムコストがかかるんですよ、うん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 、僕の考えではね、はいはいはい、タイムコスト5時間じゃないですか、あ、で、めんどくせえっていうこのメンタルコストがかかるんですよ、メンタルコストがもう2万みたいなはいはい、そしたらめちゃめちゃ赤字なんですよ。うーん、例えば分かりやすい話、まあ、会社勤めの方が、うんうん、まあ給料25万もらってる、うん、でも会社に行ったら上司に詰められて、うん、この上司と会ったらめちゃめちゃ嫌だっていう、うんうんうん、で飲み会行ってもなかなか返してくれない、うん、めちゃめちゃこの人たちと もう会いたくもない、うん、そしたら金額の利上げは25万経ってるかもしれないけど、うんうん、コストがもう500万ぐらいかかってるんですよなるほどね。そしたらその人赤字なんですよ、人生赤字なんですよ、はい、はい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 、人生赤字、はい、なるほどなるほど、だから面倒くさいやつとか、うんうんうん、なんか一緒にいるだけで嫌な気持ちにさせるやつっていうのは、うん、もう人からお金を奪うコスト野郎でしかないんで、あ、そういう人はやっぱ付き合っちゃダメなんですよ、あなるほど、でそれ採用の観点で言うと何回も言わないと分かんないやつ、うんうんうん、これコストすごいんですよ、うーん、僕はコミュニケーションコストって言うんですよ、うん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 、あ、でも1を伝えて10やってくれる人、これコミュニケーションコストかかんないんですよ、うん、だったらそういうコストかかんないんで、はいはい、給料増やしてもいいんですよ、はい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 、ああなるほどなるほどねでもやっぱなんかこう、なかなかプロの世界に来れない人って、うん、そのああでも25万もらってるからな、あでも今月は給料良くなって50万もらってるからな、うん、でも50万もらおうが、うん、月100万もらおうが、それに対する自分の中のメンタルコストが半端なかったりとか、うん、タイムコストが半端なかったら、それ結局プラマイゼロだったりとか赤字だったりしちゃうんですよ、うん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 、ああなるほどなるほどね、はい、じゃあそのメンタルコスト、要するに人生が赤字みたいな、はいはい、状態をこう改善するにはもうそういう人たち付き合わないとか、うん、もうその自分でこうマイナスになるものを切っていくしかないってことです。そうです、そうです、自分が、はい、ただそういう人たちって別にその嫌な思いをするっていうことがコストとも思ってないんで、ああはい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 、なんならデフォルトでこれはかかるもんみたいな、ああなるほどなるほど、なるほど、なんか電気ガス水道めんどくせえみたいになるじゃないですかこれは絶対かかってくるみたいな生きていく上で、はい、だからなんか嫌なことをやる、いや生きていくには嫌なこともやらなくちゃいけないよなっていう発想が、あ、はいはい、なんかもう何もブレイクするしないですよね、うーん、そもそも電気ガス水道いるかぐらいの話なんではい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 、はい、なるほどね、うん、じゃあその面倒くさいことをいかにやらないように生きていけばいいかっていう思考にならない限り黒字に転換しないって話、ああそうです、そうです、あまさにその通りです、それが一番お金持ちとお金持ちじゃない人の境を分けるのはそこなんですよ、おお、はい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 、でもお金持ちの人がお金持ちじゃない人に何て教えるかっていうと、お前らちゃんと面倒くさいこともやんなきゃダメだぞって教えるわけですよ、うーん、なるほどなるほどなるほど、でお金持ちじゃない人が、いやこれすごい嫌なんだけど頑張んなくちゃいけないんだよな、うん、お前なんでそんなのやってんだよ、いやでもなんとか先輩はこれで嫌なことをやるべきだって言ってたんで、うーん、って言ってなんか次第に結果、人口の8割から9割が面倒くさいことをやるべきだっていう考え方をやってるって、で、1割の面倒くさいことをやらないっていう人が笑ってる、それだけなんですよ、あなるほどね、面倒くさいこと、嫌なことをしないとお金がもらえないっていう刷り込みがされてるっていう、そうですそうですそうです、あなるほどなるほどなるほどね、でその面倒くさいことと嫌なことってのは、うん、例えば自分が野球がすごい好きで、はいはいはい、キャッチボールが例えばすごい好きで、うん、友達とキャッチボールする時間、うん、これ全然コストじゃないんですよ、うんうん、楽しくやってる、はい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 、っていうのを増やすべきなんですよ、あじゃあ例えばそれで言ったら自分の例えば走り込みが嫌い、うん、だったらその走り込みを しないってことですか、例えばどういうこと、
走り込みが嫌いだったら走り込みしなければいいじゃないですか。あでも走り込みしないとあのプロ野球選手になれないと思ってるんですけど、うん、で走り込みしなくても全打席ホームラン打つぐらいの能力があったらプロ野球選手絶対なれるんですよってことですよ、ね、っていう方法さえも探そうとしないで、あいや走り込みも嫌だし、はいはいはい、いやプロ野球選手もなれないしそれは普通の人の考え方なんで、あなるほどなるほど、だからほぼ全ての人はプロ野球選手になれないってだけなんですよ。なるほどなるほど、うん、走り込みをせずいかにホームラン王になるかっていうところを考えれる人が結果出るっていうことですね。まあその場合で言ったらその場合で言ったら、はい、あなるほどなるほどなるほど、だからマーク・ザッカーバーグとかは、うん、あの映画でもありましたけど自分は持てない、うん、悔しい、だったらこっちのフィールドで結果出してやろうっていうことじゃないですか。うん、モテるっていう勝負をやめてこの IT っていう勝負に切り込んだわけですよね。ああなるほどなるほどなるほど、だから走り込みをやめてホームラン競争で勝つっていうことだけに専念したんですよ。あなるほどでも世の中の風当たりやっぱり強いんでそんなうまくいくわけないよ、うんうんうん、ってなるんですけど、うんもちろんそれはそうなんですよ。はい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 、なるほどなるほど。じゃあまずそのお金持ちになる第一歩みたいな話で言ったら自分が何に面倒くささとかコストとか感情がネガティブになるかっていうのをまず自分の中で分かる必要があるところですね。違います。違う、あの、まあ、半分合ってるんですけど、はい、お金持ちにどうやってなるかって言ったら、うん、まずは人を喜ばせろってことです。ああはい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 、はい、そっちが先で要はやりたくないことをやらなければいいっていう話じゃなくて、うんうん、人を喜ばせればいいってだけの話なんですよ。ほう一番良くないのは人を喜ばせることもできない、うん、やりたいこともやりたくない、これは生活保護でいいじゃないですかなるほどね、はい、なるほどなるほど、そうそうそう、なるほどなるほど。で人を喜ばせることをする時に自分がネガティブになることがあるんだったらそれをしないようにするってことですか。そうです。ただ根本的に人を喜ばそうとしたら面倒くさいことがないんですよ。ああなるほど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 。わ吉岡さんになんかどんなプレゼント買ってあげようかな、本当に喜ばせようと思ってたらそれさえ楽しいじゃないですか。はいはいはい、プレゼント買うのめんどくせえなってならないってことです。そうですそうです。あだからそもそもなんだろう、そのめんどくせえとか言ってる時点で稼げないですよ。ああなるほど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 。何かはやっぱ使わなくちゃいけないわけだ、はいはい、頭を使うのか体を使うのか、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。でまあ結論はあの人を喜ばせるつもりもない、うん、めんどくさいこともやりたくない、日本で良かったですねいや僕は本当にそれは思いますという感じで、今回はありがとうございました。ありがとうございます。なるほど。